汝王宮の守り刀、皇室に辞する豪賢と共に我が元に引き連れよ。ここに記憶のかけらと祝福を与える。以上が異変に関する詳細な報告となります。ユリア大尉、本当によくやってくれました。あれほどの混乱に終止符を打ち、この国に光をもたらしてくれたこと、心より感謝します。陛下、そのようなもったいなきお言葉。いいえ、すべての民の代表として礼を言わせていただきます。異変後の王国各地の復旧にも飛び回っていただきました。現在も親衛隊を束ねる者として非常に多忙だとは聞いていますが、ひとまず労を握らわせてください。本当にご苦労様でしたね。はっ、ありがとうございます。大尉の功労に対する褒章などは後ほど正式に送られることと思います。モルガン将軍も昇進は固いとおっしゃっていましたし、私も楽しみにしていますよ。いえ陛下、そのような。この度の事件解決は多くの人々の尽力によるものです。自分の成したことなどほんの些細なものに過ぎません。ですから褒章や昇進などをお受けするわけには。ユリア大尉、あなたの言う通り、異変を止めることができたのは多くの人々の力によるものでしょう。何かと戦ったもの、大切なものを守ったもの、そしてあの困難に耐え抜いた人々もまた異変の収束に貢献していたのです。しかしアルセイユという翼がなければ、事件が解決を見なかったのも明らかです。そしてその翼を率いていたのはユリア大尉、あなたなのですよ。しかし褒章などはまだしも昇進はお受けできません。自分は大尉となって日も浅い身ですし、これ以上の退任は。そんなに謙遜しないでください。あなたは自分で考えているより多くのことを成してきたのですから。そうですね、ユリア大尉、本日はあなたの休暇にしたいと思うのですが、どうでしょう。は、休暇でしょうか。ええ、堅苦しい話よりも今は私個人の感謝の気持ちを示したいと思います。大尉は毎日のように軍司令部とグランセル城を往復なさっているそうですね。親衛隊の者たちからも大尉を休ませてほしいという話が来ていますよ。申し訳ありません。そのような話を陛下のお耳に入れることになってしまい、ルクスかリオンだな、あの二人顔を合わせるたびに大尉少しはお休みくださいなどと。ユリア大尉、今日一日は手を休め、
従前に休息を取ってください。そしてまた明日からは新たな気持ちで職務に励んでほしいと思います。は、はい、了解しました。王室親衛隊大隊長ユリア・シュバルツ、本日はお休みとさせていただきます。昇進か。本来なら喜ぶべきところなのだろうな。大尉、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は休暇となったそうですね。ああ、お前たち随分と耳が早いな。いえ、それほどでも。リオンさんがレイストン要塞から通信で言いふらしてましたからね。なんでもエコーさんが陛下に直訴したそうですよ。直訴?エコーのやつ、そういえばあいつも何か言いたそうな顔をしていたが、まったくあの三人目、揃いも揃って。私たちもアルセイユの修復作業を手伝いたかったですよ。少し遅れてるって聞きましたけど。気になるな。気にしなくていい。あの三人はどうしてもと言うから、レイストン要塞に残してきただけだ。アルセイユの修復ならグスタフ整備長にお願いしてきちんと進めてもらっているからな。ところで殿下はもうお出かけになってしまったのか。ええ、殿下なら。クローディアなら先ほど立ったところだぞ。今日はエルベリ宮の視察の予定だ。なんだ、聞いておらんかったのか。デュナン公爵閣下、いえ、できれば自分も視察にご一緒させていただこうかと思っていたもので。うん、護衛の任か。そういえばそなたは昔からクローディアの護衛を買って出ておった気がするな。もう一護衛という階級でもなかろうに。はい。ま、親衛隊の者が何名かついておるのだ。そう気をもむでないぞ。はあ、ありがとうございます公爵閣下。行くぞフィリップ、業務が溜まっておる。ああ閣下、お待ちくだされ。ユリア殿、あまり気落ちなさらずに。フィリップ、何をしておる。あ、はい。ふう、また殿下と入れ違いになってしまったか。仕方がない、殿下もお忙しいのだからな。デュナン公爵閣下、随分変わりましたよね。ああ、今は行政区画でバリバリ働いてるらしいぜ。この前開始された保証金の支給も公爵閣下の立案だそうだ。ただのぐうたらかと思ってましたけど、やっぱり女王陛下の甥っ子だったんですね。お前たち、無駄口は慎むように。申し訳ありません。それから私は休暇で城を開けることになった。ここを頼むぞ。はい、お任せください。どうかお気をつけて。さて、休暇をいただいたのはいいが、休みなど本当に久しぶりだからな。買い物、武具の手入れ、いや、休暇はもっと有意義に過ごさなければ。そうだな、久しぶりにのんびりと周遊道を回ってみるか、あるいは足を伸ばして街道沿いを散策してみるのもいいかもしれないな。ユリア様がグランセルに帰ってきてるって本当ですか？ユリア様、ユリア様はどこ？はいはい、おさらいでくださいよ。どうか皆さん落ち着いて。この騒ぎは？トイ、こんなタイミングで。危険です、お下がりください。
あ、ユリア様よ。キャー、本物よ。何事だ。ユリア様。ユリア大尉、一旦縄文は閉じさせていただきました。お怪我はありませんか。ああ、問題ない。しかし、あれは一体。はあ、見たところユリア大尉のファンの方たちのようですね。そういえば今朝城の方にも大量のファンレターが届きましたが、何か関係あるんでしょうか。ファンレター。昨日どこかの雑誌社が大尉の特集記事を組んだみたいですよ。それで浮遊都市でのご活躍をいろいろと書き立てたらしく。ああ、それで思い出しました。大尉がお留守の間にリベール通信の記者とか名乗る方々がいらっしゃいまして、うちでも特集を組むからぜひ取材させてほしいとか、国民的人気にあやかりたいとか。いや、もういい。なんとなく想像はつく。雑誌で特集、ファンレター。なぜこのようなことに。自分はそのような大それた人間ではないのに。そういえば陛下も高く評価してくださっていたが、私はただ殿下をお守りしたいと思っているだけだったのに。ここのところはろくに護衛もしていない。これも仕方がないのだろうか。お疲れ様でした、カラント大司教。明日は8時にミサを立てますので、陛下にもそのようにお伝えくだされ。はい、そのように。おや、ユリア殿、そんなところでどうかなさったのですか。ああ、いえ、これは大司教、失礼いたしました。ユリア君、久しぶりだな。長らく顔を見ないから心配していたのだよ。申し訳ありません。ここのところミサにも参加しませんで。ああ、君が多忙なことはよく分かっておるつもりだ。しかし、どんなに忙しくとも自分を見失ってはいけない。大切なものはいつも身近にあるのだからな。はい、ありがとうございます。それではこれで失礼させてもらうよ。お疲れ様です。そうか、一つだけ方法がある。大司教、お待ちください。はい、皆さん、もう少し下がってください。落ち着いて行動してくださいね。きっとユリア様よ。ユリア様、こっち向いて。あら、なんだ、大司教様とシスターさんか。ほらほら、君たち、道を開けてくれたまえ。ペコリ。ユリア君、どうやらうまくいったようだな。ええ、カラント大司教には
またお世話になってしまいました。気にしなくていい。しかし君も大変だな。彼女たちのあの熱狂ぶりでは。ミュラー少佐、なぜこのようなところに。確かもうリベールを立ったはずでは。これは失礼した。まさかユリア大尉がシスターも兼任していたとは。え？いや、これはその…実は、あのお調子者の後始末が残っていてな。あの後もう一度リベールによる羽目になったのだ。大尉には挨拶をする機会もなかったな。ああ。今はシスターユリアと呼称した方がいいだろうか。少佐。ユリア君、この方にはかくまう必要もないようだな。午後のミサの準備があるのでね。そろそろ失礼させてもらうよ。あ、大司教。あれがかの巧妙なカラント大司教か。ご挨拶をしておくべきだったな。あの少佐、その実は少しばかり事情がありまして。ああ、私そろそろ戻らなくちゃ。ユリア様の凛々しい勇姿を一目でいいから拝みたかったわ。ユリア様。そろそろあの女性たちが戻ってくるのか。ここで見つかれば万事休す。何か手は。タイ、自分でよければカモフラージュになる。事情はわからぬが、何やら問題を抱えているようだ。このような時は堂々としていた方がかえってバレにくいものだからな。よければどこか安全なところまでお送りしよう。ミューラー少佐。ユリア様ったら。どうかよろしくお願いします。承知した。あら、気のせいよね。どうやら人気はないようだ。この辺りでいいだろうか。ええ。はあ。見苦しいところをお見せしてしまいましたね。いや。俺も隠れて逃げ回るのには慣れているからな。大抵は。オリビエの奴が起こしたトラブルのせいだが。そうでしたか。いや、しかし実際情けない限りです。あの程度の騒ぎで休日の外出もままならない。彼女たちを収めることもできず、このような格好で出てくるとは。大尉に落ち度はないと思うが。いや、そうではないのです。自分は親衛隊大使としても全くもって役に立たないのです。クーデター事件が起こった時もそうでした。私が至らないばかりに殿下は敵方に囚われてしまった。王都が結社によって襲撃されていた時もそうです。殿下の身に危険が迫っていたというのに、私はその場にいることすらできなかった。誰よりもおそばにいるべき私が、後に通信で事の次第を知るとは。私は
本当に私というものは。まあ気にすることではない。クローディア殿下はご無事でいらしたのだろう。人は誰しも万能ではないゆえ。それも分かっているつもりなのです。しかしこんな私が雑誌などの紙面を飾り世間で騒がれているらしい。異変を止めた功労者として評価され昇進の話もあるという、この不甲斐ない私が。それはいい、人々に持ち上げられるくらいならば構わない。昇進するのも喜ばしいことでしょう。だがそうなれば今よりもさらに職務に追われることになります。そして私はますます殿下から遠のいてゆく。少佐が羨ましい。あなたはオリバルト王子の護衛をごく自然に行っていました。普段は姿を見せなくとも重要な局面では必ずそばにいました。そして表面的な護衛だけでなく様々な形で力となっていました。比べて自分は殿下がお悩みになっている時に声をおかけすることすらできなかった。殿下は王位継承という重責の下であれほど悩み苦しんでいらっしゃったというのに。大尉、自分のような者が口を出すのもおこがましい気がするが、それは幸せなことではないか。え、少佐、それは一体。いや、気に障ったのなら謝罪するが、しかし俺などは生まれた時からあのお調子者のお守り役を義務付けられていたも同然だからな。少々大尉の忠節が羨ましいと思ったまでだ。オリバルト王子の、ああ確かミュラー少佐のヴァンダール家というのは皇族を守る部の一門だ。まったく、あのような家に生まれたのが運の月というやつだな。確かにそれは退任ですね。その上相手があのオリバルト王子ともなれば。しかり、大尉、自分の大切な人に仕え尽くすことができるのは幸せなことではないか。もっともこれは主に苦労させられている俺の勝手な意見だがな。いえ、確かにこうして悩んでいることも贅沢なことなのかもしれません。殿下をお守りできないような私が果たして親衛隊の大使と言えるかどうか分かりませんが。大尉に一つ良い気晴らしの方法をお教えしよう。気晴らしですか。ああ、ただしこれは非公式に願いたい。勝負は一度限り、ただしアーツや道具の使用も認める。なるほど、確かにこれはいい気晴らしになりそうですね。エレボニアに名高きヴァンダールの武人相手では勝てる気がしませんが。遠慮は無用だ。それでは大尉、全力で参る。さあ来るがいい。我が前例をもって結ばない。はっ！はっ！
さすがに強い。タイ。負けて何を失った？少佐。物の価値はそれを失った時を想像してみるのが一番手っ取り早い。理屈ではない。本当の姿が見えてくるものだ。今、自分がいなくなった世界を想像してみるがいい。そしてその上で、どうしても気がかりなことが残っているのなら、タイ、それがあなたの心を決めるものだ。気がかりなこと。殿下、やはり私は少佐、かたじけない。あなたのおかげで迷いが晴れました。この教え、胸に刻んでおくこととします。ただの受け売りだ。俺もあれの相手に疲れた時にはよく叔父上と剣を交えて憂さを晴らしていた身だからな。そろそろ俺も国に帰るとするか。どうにもあのお調子者が心配なのでな。そうですか。王子にもよろしくお伝えください。心得た。クローディア殿下にもご健勝のようにと。クローディア殿下、私は一つの決意をしました。私は女王となるあなたを支えてゆく。そのために陛下より退任を授けていただくことにしました。昇進を重ねればあなたにお会いする機会もますます減ってしまうでしょうが、私はあなたの力となりたい。この勝手な決意をどうかお許しください。執務中の陛下のお邪魔をするのは気が引けるが。あら、ユリアさん。にゃーい。で、殿下、それにジークも。どうしてこちらに。あ、エルベリ宮の視察のことですか。今日は市民の皆さんも少なかったようなので早めに帰ることができたんです。そうでしたか。ユリアさんこそ今日はお休みだって聞きましたけど。ええ久々に楽しい休日を過ごしました。折よく珍しい友人と鉢合わせたもので、時を忘れて今日にふけっておりました。休暇をくださった陛下にも感謝しなくてはなりませんね。そうだったのですか。ユリアさん、いつも支えてくれてありがとうございます。今まで気づかなくてお礼が言えませんでしたけど、思えば両親がいない私にいろいろ教えてくださったのはユリアさんでしたよね。護身の術やまっすぐな心構え、そうと気づかないうちにもたくさんのことを教わっていました。私はユリアさんの背中を見て育ったのかな。そうそう、おばあさまも笑ってらっしゃいました。ほんの些細なこと、例えば歩き方や立ち居振る舞いまで私はユリアさんにそっくりだって。ユリアさん、
どうかしました？いえ、私はずっと殿下のおそばにいたのだ。私の姿は殿下のおそばにあった。なのに殿下のお姿が見えないからと不安に駆られたりして、まったく私というものは。クローゼ、自分はこれからはあなたの後ろに控えていることができません。ですが、あなたをこの手で守り支えたいと思っています。臣下であり、親友であり、また姉でありたいと思っているのです。ですから、あまり無茶をしないでください。そして必要な時は必ず声をかけてください。ユリアさん。もちろんです。またわがままを言って甘えてしまうかもしれませんが、ユリアさん、これからもよろしくお願いしますね。はい。この日の午後は二人でゆっくりとお茶にすることにした。久しぶりの休日。この日の紅茶の香りはユリアの胸から消えることはないだろう。